31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足立ってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。登場会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を郷田龍二のような奴に好きにさせたくねえ。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前聞いてくれ。いいか、これは登場会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として体張って合流会の神室町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める登場会の跡目ですね。俺だ。分かった、すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ？伊達さんからだ。何か問題があったらしい。何があったんだ？警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって？伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなけりゃ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ神室町を救う手立ては何もねえのか？俺たちでやるしかねえな。300人の組員爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする？俺が相手になる。一人でか？この広い神室町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か、せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。そろって不景気な面しとって。真島の兄さん、ギリュちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や、どけどけ。おりゃ、ありゃ、おりゃ。どうしたんだ？
ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわりゃ、なんでやねん、なんで動かへんねや。うわりゃ、おいおい大丈夫か。うわりゃ、出た方がいいのか。うわりゃ、うわりゃ、いやー、動けやくれ、動けやこのボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。ま、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで、伝説の情報屋はん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ、おい、獣や人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。その通り、ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、いつらや。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。
キリさん。倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと？爆弾の処理。お前が人工派を使って仕掛けたんじゃねえのか？あれは人工派が勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカモロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部ことを済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしや。差しの勝負や。ああ。